C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール。こんばんは、劇団 EXILE の町田啓太です。小野塚隼人です。さあ、小野塚とは初回以来なんですね、はい、お久しぶりでございます。お久しぶり。11月になったけど、なんか秋らしいこととかした？秋らしいね、こういうのありますよね。季節ごとに何らしいことしたっていう会話が ね、うん、ね、そもそもね、うん、ごめん、なんかダメだし俺の質問に対する。すみません、すみません。ちなみに俺はね、最近学祭に、大学の学園祭、はい、学園祭に行かせてもらったりとかし、結構ねこれは秋らしいなというか、俺も大学行ってたから、確かに確かにすごく盛り上がってるし、なんかいろんなね学校によっても色が違うから行っててすごい面白いです。やっぱキャッキャ言われますか？いやね、あんまりそういうことないじゃんね、俺たちの、はい、なんかこう舞台挨拶だったりとかしても、はい、大きな拍手いただけたりとかするけど、うん、だからなんかすごい新鮮でありがたいなって思いながら行ってますね。いいな。まだ学祭一回も行ったことないですよね。本当に？もうずっと俺金木犀の匂い嗅いでますわ。金木犀もいいね。はい。なんか 秋、うん、秋って感じがしますよね。ね、確かにそうですね。はい、なんで呼ばれないんですかね、学祭に。いや、なんでしょうね。まだそこの年齢層にこうヒットするような作品にこうやってないっていう。いや、総口さんさらっと入ってきましたけど。そうですね。はい、失礼しました。お手伝い役総口は喫茶です。お願いします。学祭に行くとなんか美味しいもの食べられるみたいな、ほら。あのお店が出したりとかするじゃないですか、はいはい、なんか食べたりとかしなかったですか？僕まだ一度も食べてないんですけど、ただなんかそこにあのやっぱその地元 の、 あのお弁当だったりとか用意してくださってるとか多くて、それすっごいありがたいなと思いますけど、あのこれを聞いてる大学生の皆さん、ね、はい、ぜひぜひ。小野塚隼人と、ね、学祭で待ってます、はいはい。さあ、 C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール。毎回劇団 EXILE のメンバーの皆さんがリレー形式で登場。巷で話題のさまざまなキーワードをはじめ、リスナーの皆さんからのお題目や質問をもとに、これまでのプロフィールには載っていない意外な一面、男の本音を引き出していこうではないかという内容でお送りしていきますが、まずちょっとお知らせ、はい、町田さん。そうなんですよ、うん、僕初となる写真集ベーシックが11月20日に、はい、発売することになりました。ありがとうございます。写真集ですよ。いやなんかね、写真集というとやっぱり小野塚だったりとか、もっと若い人たちが若いのをこう切り取るみたいなイメージがあったんですけど、僕もう29歳になってるんで、まさかこの、ね、時にこのタイミングでっていうね、っていうのがすごくびっくりしていて、はい、なんですけど、まあ、だったら僕らしくなんかそういう皆さんに楽しんでもらえるものを作れたらなということで、うんうん、はい、挑戦しました。まさか海辺でブーメランパンツとかでなんかこう波と戯れたりとか、そういうそんな発着です。海に行ってないんですよね。海に行ってない。そもそも山の中の方に行ってしまったんで。あ、山の方に行ってる、ね。そうなんです。群馬県出身なんですけど、あ、そうか、なるほど。海なし県で、でそこ の、 あの地元で撮影とかもさせてもらったりしてたんで。そうなんですよ。じゃあ温泉でブーメランパンツ。ブーメラン、温泉でブーメランパンツで。それもないね。なんでそのブーメランが好きな。いやいや、なんかそういうのは要素あるかなと思う。お二人はブーメラン派なんですか。いや基本海に行くと。あのほら、男性グラビアアイドル的な感じのものないのかなみたいな、ほらこう。女性だったらほら水着で海みたいな必ずあるじゃないですか。そうなるともうタイトルがベーシックではなくなってきますからね。そうですよね。はい、グラビアアイドルではないので申し訳ないんですが。そうですね、大人の魅力が見れるというところもあったりするっていうね。そして小野塚さんもお知らせが、はいはい、あ、そうです。あの現在放送中のドラマ、テレビ東京さんですね、うん、匿名刑事確保の女2というのにご出演と自分で知った自分が出演しております。自分で自分を持ち上げてしまう、この文章をちゃんと書いてあるから ね、 そうですよね、つい読んじゃった、ついね、カンペ通りに読んでしまいました。カンペ通りに読んじゃったんで、これ麻生由美さんに弱み握られてるんです。そうなんです。麻生由美さんにその過去にあのあったことをもうずっと弱みを握られてまして、はい、まあ、それをバラすぞと、あ、まあ、こう脅されてるわけですね。役ではすごく怖い上司の、はいはい、まあ、役ではあるんですけど、真逆というか、普段は実際はすごくこうチャーミングというか、逆にちょっとおっとりされてるような ふんわり感が、見た目ピシンとした見た目ですもんね。そうです、そうです。それがすごくもうなんか心をグッとつかまれますね。ね、はい、この話も番組のエンディングでも伺っていきたいと思います、はい、お知らせの後は早速巷で話題のキーワードをもとに男3人でゆるーく喋っていきます。どうぞ最後までお付き合いください。C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール。この番組は全身脱毛サロン C3 がお送りします。 C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール。
改めまして、劇団 EXILE の町田啓太です。小野塚隼人です。お手伝い役の総口昭久です。さあ今回も巷で話題のキーワードをはじめ、ぜひお二人にご意見を伺いたいというテーマをご用意しておりますが、まずはじゃあ町田さん何選びました？そうですね、じゃあ時代は褒める、褒め立つのすすめでいきますか。あ、褒め立つ、褒められて伸びるタイプ。ああ、なるほどなるほど。お二人どうなんですか？褒められて伸びるタイプ、もしくは厳しいことを言われたいタイプ。自分の本質的には褒めてほしいです、うん、とにかくそんなキリッとした顔で言われてもね。小野塚はそうだよね、めちゃくちゃ褒めてほしい。あ、ね、それがちょっと自分が、あ、ちょっとこれ失敗したかなと思っても、いや大丈夫だよって言ってほしいタイプ。いやもう全然、全然いいよ、もうお前もすっごいいいよみたいな言われたいんですけど、はい、現実は結構怒られることの方が多い。褒められたいタイプ。そうそうそう、褒められたいっていうタイプですね。もちろんどうですか？いやでもどっちかというとやっぱそれは褒めてほしいですよね。確かにね。なんかまあでもまあ叱られるのも結構僕なんだろう、体育会系のね学校だったりとか多かったんで、あ、まあ多かった多かったですねやっぱり。ちなみに一般社団法人日本褒める達人協会っていうのがあるんですね。大企業とかあのなんか町とか市とかね、自治体がこぞってそういうのを受けて、その数およそ、5万人を突破している。受験して褒める達人検定っていうのがあって、検定それを受験する人が5万人。あ、そう、5万人ぐらいあのもう、受験してる。ちなみに、あのこの褒める達人検定、褒め立つ検定の、認定試験が3段階で、3級っていうのはまあ、そうセミナーを受けてあのこう紙のテストを受ける、はい、2級は、対策講座を受けて紙の受けて、さらに1級になると論文を書いたりとか、スピーチとかで私はこんな風に褒めますみたいなことを言わないと受からないっていう。何？これが2級まで、あ、じゃあ1級がこれ。1級はもうスピーチとか面接前で人前でやって、じゃあ合格とかってなる。じゃあ今この目の前にいる人を褒めてみてくださいみたいな。そう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 。ちなみに劇団 EXILE 内ですげえ褒めるの上手いなって人あるの？うまい、褒めるのがうまい。あの人褒め上手だなとかって褒めてくれるな。まあ、確実にすっごい勢いで褒めてくる時の鈴木くんは何かありますね。疑ってるな。あれな、どうしたみたいな。絶対なんか必ずこう最後に落とす何かを探ってる。絶対褒めるんで。なるほどなるほど。一旦上げた方が落下の速度が、俺のことを持ち上げて最終的に自分が一番上に立つように褒めるんですよ。褒めマウンティングみたいな。そうなんです。あの人逆に褒め立つかもしれないですね。褒め立つね。はい、どうですか、町田さん。あの人褒める。いやー、そうですね、うん。劇団って基本なんか褒めてほしい人たちの多分集まりだと思うんで。みんな欲しがって。基本は欲しがるんですけど。でも意外とやっぱり無邪気に褒めるっていうか、こう素直に言うのはやっぱカンタかなと思いますけどね。あれよかったとか、あれ面白いとか、うん、嘘がない感じですね。まあ裏ないっすよね。そう、本当に思ったら言うしみたいな感じだから、なんかね、言われるとちょっと気持ちいいよね。確かにあいつが言ってることはなんか嘘っぽくないなって、いや、あの一方鈴木さんはみたいな感じ。何かあるな、褒め始めた。でもすごいですか、不信感がすごい。いやでも そうあの言い方の時とかね、なんか狙ってる時はそういう感じある。完全に、あ、狙ってるな、落ちにするつもりだなみたいな感じ。小野塚見て、あの作品すっごい良かったねとかって、あそこであそこでこうやってこうだこうだよ、これ超良かったよって言って、全然見てないから一個も合ってないんですよ、その内容が。もはや褒めてるっていうことでもない。そう、あ、ちなみに褒めるとすごい、この人褒めると伸びるなみたいな言いますね、言えないけど。この人褒めた方が絶対いいよな。あの、ちょっとでも言うとシュンってなっちゃうな、みたいな。小野塚？あ、俺ですか？小野塚多分言われれば言われるほどなんかシュンってなるイメージがありますけどね。なるほどね。あ、怒られるとですか？だから逆に褒めた方がいい、ね。最初なんかこう舞台とかね、オーディションでも一緒だったんで。なんか言われれば言われるほどなんか、ね、そう、元気なくなっていくみたいな。あ、いね、まあ、人間なんでね、やっぱり、ね、打たれれば打たれるほど傷を負っていくわけなんです。暗いな。何とかってならないわけですね、なんかね。だからね、そこにこう10個叱られたら1つぐらい褒めてくれれば、あ、そうか、あのちょっとね、プッとこう上がれるんですけど、10個あって回あるかなぐらいなんで。でも最近ほら、秋山さんとかさ、まあみんなそうだけどさ、小野塚すっごい喋れるね、みたいな。あ、そう。ツッコミうまいしさ、とかってめちゃめちゃ褒めてくれるじゃん。あれはどうなの実際。あれでも褒めるじゃないんですよ、あれなんか。あれ？なんかこう、なんかこうやってバーってやってて、俺が普通にさらっとこうやって突っ込んだりとかするんですよ。そしたらなんか、
会話流れてんのに、はい、秋山さんが、ちょっと待って、今のツッコミ見た？みたいな。聞いた今のみたいな。おーとか言って、逆になんか公開処刑されるんですよ。なんでいいじゃん、素直に嬉しくなろうよ。あれはど、なんかね、なんか、ど、え、え、みたいな、戻さなくていいです、戻さなくていいですって、なんか照れる。あ、基本多分劇団の多分メンバーには不信感を抱いてるってことですかね。素直に受け取れないし、ね。なんか裏があるんじゃないか、みたいなことなんだね。多分ね。めんどくさいですね。ちなみにこの日本褒める達人協会の実践した4つの褒めるツボ、事実が入っているっていうね。あ、これだから鈴木さんのドラマとか見たよって、これ嘘ですからね。事実じゃない。無根ですから、そんなシーンないぞみたいなね。でっち上げてで、二つ目は、その事実が誰かの役に立っているね。ああ、もうそのいい笑顔、元気もらいましたみたいな。例えば。はい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 。で、褒めるときに、いつもをつけるっていう。いつも。いつも。いつもいい姿勢いいっすよね、とか。ああ、嬉しい。いつもなんとかです。今だけじゃないっていう。ずっと見てましたよ、っていうことです。いつもこうですよね、とかね。いつもツッコミうまいっすよね、とかって。逆に初めてはダメなんですかね。初めて。今日小野塚さんツッコミ初めていいと思ったわっていうことですか。じゃなくて、こんなツッコミ上手い人初めて会いましたわ。初めて見たわ。いや、極端って言いますよ。いや、しかもずっと前から知ってるじゃないですか。極端がいいってことなんですか。ああ、どっちなんだろうな、でもいい。いつもつけるといいっていうね。いつもね。あと、目上の人に対するときは、逆に聞いてみるっていう。ああ、これ。いや、小野塚さん、どうやってそのツッコミ覚えたんですか？いや俺はもうマジでバカにしてるとしか思えないですから、ね、鈴木さんが言ってきたらね、これね、はい、いや、小野塚さん、すっごいツッコミ、どこでそれ学んだんですかって聞いてくる。鈴木君がもう、小野塚さんって言うときは、完全に何か企んでるときじゃないですか、もうすでに。例えばじゃあね、秋山さんとかにおすすめの本ありますかとか聞いてみるとかね。でも確かに質問は、質問でいくっていう、ね、僕も、目上の人とか、先輩とかとご飯行ったりとかするときは、結構本当にするかもしれないですね。してもらったことないですね。あれちょっと待ってください。ご飯一緒に行ってるのに全然町田さん聞いてもらってないっていう。あれ町田さん、この食材って何ですか食材って何ですか褒めてないじゃん、そもそも。俺じゃなくて、食材の方ね。それ、レストランの人に聞いた方がいいですね。食材についてはね、これ。なるほど。そういうのがやっぱ達人っていうね。なるほどね。はい、これは使えるかもしれないですね。使ってみてください。はい。さあ、ではここで一曲お届けするんですが、今日は町田さんのリクエスト。はい。はい、そうですね。今、洋服の青山さんの、CM、やらせていただいてるんですけれども、そこで、はい、かかってる曲です。今市隆二さんで、リリー。C3 プレゼンツ。劇団 EXILE の、リプロフィール。今夜は、劇団 EXILE の町田啓太と、小野塚隼人と、奏者にせがお届けしております。急に来ました。びっくりしました。先ほどは、褒めるの上手になろうっていうね、褒め立つってのありましたけども、さあ、続いてのキーワードは、小野塚さんから、お願いします。今、皆さんすいません。すごいバッサバッサとしました。すごい、見ている、ページが違うっていう。すいません。今完全にエンディングの方を4棒としてました。まだ終わらせようかなみたいな感じのテンションでしたけれども。失礼いたしました。まだね。はい。続いてのキーワードは、こちらですね。劇団 EXILE の全員アンケート。全員アンケートって聞かれましたけど、そうなんです。はい。全員聞いてみようということで、今回、小野塚さんに聞いてみたいと思います。きっかけは9月の放送回で紹介した江戸川区のさよさんね。はい。2つ質問があったんですけど、もしも劇団 EXILE が総出演するホラー映画ね、撮るとしたら、真っ先にゾンビにやられるのは誰なのかってね。逆に誰が最後まで生き残るのか。あと、生き残るイコールサバイバルということから、劇団 EXILE の誰かとサバイバルな状況になったときに、ああ、こいつとだったらサバイバルしたいわ、いや、逆にこの人とはサバイバルしたくないわって誰なんですかということね、町田さん聞きましたよね、はい、で小野塚さんは聞いてないということで、じゃあ、まずこちらの質問です、劇団 EXILE が総出演するホラー作品を作るとしたら、真っ先にゾンビにやられるのは、ちなみに町田さんは、誰が先にやられるかというのを予想、誰だと予想したんでしたっけ、これは。一番最初でしたっけ、僕はこれね、秋山さんと町田さんがね、多分小野塚、そうですね、2人揃って、せーの、小野塚って言ってましたね。でしょうね。これ理由は、まずね、不幸が似合う。あと、ゾンビにけしかけようと鈴木さんをはめようとするけども、逆に失敗し、自らが一番最初のゾンビになる。もう脚本上がってますね。そこまで鮮明に。そうだし、そうで、ゾンビになっちゃったら、最後の方で、また小野塚が、
すごい大事なシーンでこうまた来てゾンビとして、でもうこれは絶対絶命だってなるんだけど、はい、あの小野塚が殺せなくなるっていう、あ、ちょっとまだ自分の理性がこう芽生えてっていうちょっと儚い感じが合うねみたいな話をしてたんですね。とか言いながらこう、うん、小野塚さんの心残ってるぞみたいな、残ってるぞって言いながらも多分鈴木あたりがそのままバシャッてショットガン倒すみたいな、しかよとんでもねえな鈴木とんでもねえじゃないですか、うん、誰だろう、もうそこまで聞いちゃうと俺しかもう出てこなくなってしまうんですけど、自分以外だと誰ですかねこれ。カンタとか調子乗って俺って言ってなんか食われそうな気もするんだけどはい、はい、でも結局倒しちゃいそうなんだなあいつの場合は。ちょっとそうですね、生命力がねちょっとこう溢れてる感じです。見てください、かまれちゃったんですけどとか言って戻ってきそうな感じがするんで誰だろうな、はい、意外に秋山さん、あ、秋山さんが、まさき、うん、これね、八木さんも言ってましたね、これ。あ、本当ですか。あの、優しいから、そう。俺がここは、とか言ってるうちにやられてしまうとかっていう。いや、なんか俺のイメージでは、はい、この場を突破するために冷静な判断で、こうしよう、ああしようってこう考えてる時に、後ろからいきなり、うわーって食われて、あの、群衆の中に引きずり込まれていくっていう。うわーっていう。秋山さんっていう。うわー、はい。そういう流れが見えますね。なるほどね。逆に、うん、一番最後まで、生き残るのは誰だっていうね。これ俺3人いるんだよな。3人。これちなみに、青柳さんは、うん、一番最後まで生き残るのは小野塚さんだっつって。え？これは、理由としてストーリーは、誰が行く？誰が行くって言って、俺行く。いや、待て、俺が行くって言ってる話に絶対俺が行くって言わないタイプ。言わない、言わない。その間に絶対、あの、とか。スーっていなくなって、あれ、うん、あれって言ってるうちになんか最後まで隠れてこう生き延びるみたいな感じ。安全な、あの、帰る経路をちゃんとこう、今見てて。はい、まあ、それは本当にそうかもしれないですね。誰だ、青柳さんか、鈴木くんか、町田くんなんですよね。あ、3人もいるの？だからその3人の中で、一人だけしか生き残れない状況になった時に、はい、真っ先に裏切るのが、はい、鈴木くんと思いながらも意外と町田くんが、こう裏ではめたりとかしそうな、なんか、黒幕感はありますよね。黒幕。実はなんかそのゾンビ側のウイルスをこう最初にばらまいた、その研究者たちの中にいたのが町田くん。はあ、で、その人体実験のために9人が集められて。はいはいはい、お、すげえストーリーになってきた。で、それで最終的に、まあ、カンターはどっかで、逃亡、はいはいはい、まあ、消えたか、行方不明になる。はいはい、で、最後残ったのは鈴木くん、青柳さん、マジで。はあ、で、最後、はい、俺が黒幕だっていう。はあ、すげえやばいやつだね。いや、なんかあるじゃないですか。町田くんってこう真面目で爽やかなイメージもあるんですけど、ね、だから心の根底ではやっぱ黒いものが渦巻いているようなイメージも。いやいや、そんなイメージあるので。全然ないですけど、ありますよね。そこの黒さを出すとすごくハマるなっていう。ね、そういうのが合いそう。ああ、合いそう。だからホラー映画ですもんね。ホラー映画ですからね。うん、もう一個あるんですよ、はい。誰かとサバイバルな状況になる。例えば誰かと無人島にもう生き延びなきゃいけないみたいな。誰とだったらサバイバルしていいかっていうね。うん、サバイバルして、したい。したいかっていう。だったらこう生き延びそう。これちなみに小野塚さんを挙げた人誰もいないんですよね。まあそうでしょうね。サバイバルできないんですよ。ちなみに町田さんを挙げたのは青柳さんね。本当だ。俺はこう思うって言ったら、いや、俺はこう思うって別のいい意見とか持ってきてくれて、どっちかの意見採用とか言って、結局最後生き延びることができそう。確かに、町田くんはそれありそう。協力しますよ、ちゃんと。ね、違ういい意見とかも出してくれそう。しかもやっぱこう、体育会系の大学とかも出てるので、はいはいはい、根本的なその、絶対絶命的な場所に立たされても、なんとかこうしよう、ああしようっていう思考は回りそうですよね。うん、町田くんだと。町田さんね。でも、小沢さんが多いね、みんなね。小沢さんね。やっぱ料理を作ってるイメージがどうしてもあるんで、はい、なんかこう、うん、なんかあと野生児っぽい感じが、ね。そう、それね。サバイバル、なんかこう。似合う。ね、似合う、確かに。まあ、ただ、秋山さんの、疑念として、すごいいろいろやってくれるけども、せっかく取っといた飯を、いや、俺食ってない、俺食ってないって言いながらどんどん食ってるっていう。それは確かに。俺じゃない、俺じゃない、俺じゃないよって言いながら、思いっきりなんか口もぐもぐしてるみたいな。可愛らしいですよね。可愛らしい。でも、そのサバイバルの状況になったら、本当にちょっと、本当に危ないかもしれない。危ないから、死活問題ですから。勝手に食いそうみたいな。まあ、僕はスウェイ君でしたけどね。あ、そうです。あ、そうか、スウェイさんね。スウェイ君、なるほど。うん。
なんかおしゃれな家建てそうっすね。なんか俺が思っても見ないなんか生活感してそうで、なんか楽しくサバイバルできそうな感じですね。まあそうですね、うん、まあ小沢さんか小沢さんね、やっぱね、まあそうですね、小沢さんかな。じゃあ逆にもうこの人とはまずいわ、絶対二人とも全滅だみたいな。即答で正康さん。あ、なんでなんで絶対無理ですね。なんで、いやいやいや、だって絶対無理でしょ、あの人超綺麗好きなんで。そうだね、意外とあのガラスのハートというか、本当に見た目はねガチッとしてますけどね、してるんですけど本当繊細なんですよ。僕今最近結構ジムとか行ってこうサンドバッグとか蹴ってるんですけど、まあ青柳さんとか蹴ってバンバン蹴るんですけど、本当正康さんちょんって蹴っただけでスネ痛めて痛い痛い無理とか言って、一番頑丈そうだけど一番ね繊細なんだよね、ガラスのスネって呼んでます。なるほど。でもその八木さんが、うん、俺これちょっと無理だわって言ったのがもう小野塚さんなんですよ。なんで理由、俺以上に何もできなそうだからこの二人はもう合わないってことです、ね、最弱ですよこれ。この二人が組んだらやばい、最弱のコンビですよ。なんで最弱で今決勝戦やったんですかね。むしろあの視聴者的には見たい見たいっていう何日持つかみたいな、まず水の争奪戦から始まる、という、劇団エグゼル全員アンケートでした。C3 プレゼンツ劇団エグザイルのリプロフィール、劇団エグザイルの町田啓太と小野塚隼人とお手伝い役総口秋沙がお送りしてきました C3 プレゼンツ劇団エグザイルのリプロフィール、今週来週は、町田さん小野塚さんに来ていただいてますが、まずは劇団エグザイルメンバー総出演の舞台、はい、劇団エグザイル勇者のために鐘は鳴る、いよいよチケットの一般発売、これ11月30日からなんですが、じじと近づいてまいりました。東京大阪の2つの会場で開催なんですが、東京は赤坂アクトシアター、来年の1月24から2月2日まで、で大阪は梅田芸術劇場メインホールで2月13日から2月16日までと、さらにこの度追加公演決定しました。ありがとうございます。ありがたい、ありがとうございます、ね、ありがたいですよ本当に、東京の追加公演は1月29日水曜日の赤坂アクトシアター午後2時の回、さらに大阪は2月14日金曜日の梅田芸術劇場メインホール午後2時の回という2公演が追加になっておりますと、まあ内容等はまだまだ今いろいろご絶賛模索中ですね。模索中ですよね、まあ本当にね、こんなに来ていただけるってことはありがたいので、うん、絶対楽しんでもらえるように、うん、はい、はい、頑張りたいと思います、はい、追加の情報はこの番組でもどんどん発表していこうと思っております。そしてオープニングでも話しました町田さん写真集の話、はい、そうですね、11月20日水曜日に、はい、初の写真集ベーシック発売します、うん、でこれ2部構成になってまして、はいはい、一部は新宿のゴールデン街で、2部は、僕の地元の群馬県で撮影させていただきました、はい、で中にはですねロングインタビューとかあの地元の友達で恩師との座談会とかも入っていたりとか、あとは20分あるメイキング DVD だったりとか、かなり、はい、詰まりに詰まった一冊になってますし、うん、で撮影担当してくださったのがあの気鋭の写真家の彦坂英二さん、本当にあの綺麗に切り取ってくださっているので見応えたくさんあのたっぷりあると思うのでぜひお手元に取っていただければなと思います、はいはい、でその写真集の発売を記念してお渡し握手会が大阪名古屋東京で開かれます、はい、11月24日日曜日午前11時からは大阪の紀ノ国屋書店グランフロント大阪店で、同じく11月24日日曜日午後4時からは名古屋の星野書店近鉄パセ店、もうスパーって移動するわけですもんね、うん、そうなんです。で12月1日日曜日午後3時からは東京の HMV&BOOKS 渋谷でそれぞれ開催されます。そして小野塚さんドラマ、はい、はい、そうですね、毎週金曜日夜8時からテレビ東京で放送中のドラマ匿名刑事確保の女2に出演です、はい、ということで出演中ですね、はい、僕の役がですね神奈川県警横浜臨海署を舞台に刑事課の強行犯係という刑事役の黒木達也という役を演じております。うん、まあ、黒木はこう麻生由美さん演じる、まあ、先ほども言いましたけど、ね、まあ、その副署長にこう、まあ、弱みを握られて、うん、まあ、いいようにこう事件にこう参加させられるという、うん、はい、はい、舞台の最新情報などは LDH のオフィシャルサイト劇団 EXILE のオフィシャルツイッター、そして町田さんのブログインスタグラム小野塚さんのツイッターをぜひご覧ください、はい、さらに番組では劇団 EXILE のメンバーに聞きたいこと、こんなテーマで本音を引き出してほしいというお題目、うん、素朴な質問や感想なども添えて rp@1242.com から送ってください。お待ちしてます。
また今夜のスタジオの様子は日本放送のホームページリプロフィールのホームページからご覧いただくことができます。そして雑誌 C3 のインスタグラム公式アカウントでは一流モデルのオフショット写真などを日々公開しております。公式インスタグラムは SHETHREE で検索してください。それでは来週も引き続き町田啓太と小野塚隼人が担当していきます。そして総口明久も一緒にお送りしていきます。 C3 プレゼンツ劇団 EXILE のリプロフィール、また来週。